おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、単体最強キャラ決定戦の決勝戦の方を見ていこうかなと思います。そして決勝まで上がってきた2体のキャラがこちらです。1体目が抜群の安定感と演出の短さを生かして好タイムを出し続けてきたマルタ、そして2体目が予選から勝ち上がってきた狂った SS の持ち主モツアルです。果たしてこの2体がどんな決勝戦を繰り広げてくれるのかめちゃくちゃ楽しみですね。決勝戦は日本選手した方の勝利なので、1回戦負けたとしてもね、全然勝利の可能性は残されてます。ということで決勝戦スタートです。決勝戦第1試合のクエストはこいつだ、イザナギです。はい、ということで始まりました決勝戦第1試合です。画面左側がマルタ、右側がモーツァルトアルファということで早速見ていきましょう。ということで今回選ばれたクエストがイザナギですね。まあこちらのクエストなんですけど、まあ見栄えはすごい豪華なクエストになってます。まあ理由としては道中でね、中ボスとして歴代の超絶のボスのキャラ、イザナミだったりクシナラだったりヤマタケだったりとかが、登場してきます。であと注目のポイントとしては、ラスゲーですねのボスの、イザナギなんですけど、こちらが1ステージしかありません。ボスに入った瞬間もうラスゲーなので、まあ、それを倒しきった方の勝ちという感じになります。でまあこの試合の見どころというか、まあ、決勝戦全体に関わるところかもしれないんですけど、まあ、見どころとしてはモッツァルの SS を打たれる前にどれだけマルタが、まあ、試合を決める、もしくは差をつけられるかっていうところが注目ポイントかなと思います。まあ理由としてはね、モッツァルがその SS を打ってしまうと友情ビットを展開するんですけど、この友情ビットを展開した時の威力が通常の3倍になるんですよ。なので、まあ、展開されてしまったら、まあ、展開する前であればね、マルタの方が若干その演出の短さだったりとか、まあ、威力でもなのかな、若干優勢だとは思うんですけど、まあ本当にそれも若干の差ですし、まあ、SS 打たれてその3倍になったらね、もう本当にとてつもない差になってしまうので、まあ、SS を打つ前に試合を決めるなり、まあ、もしくは、もうかなりの差をつけておかないとかなり、後半戦厳しくなってくるのかなというところですね。まあ、とは言ってるんですけど、まさかの普通に戦ってモッツァルが優勢の状態になってますね。亀のステージですね、6ステージ目の亀のステージをモツァルが1手先に抜けていったというシーンですね。はい、モツァルの亀ステージ突破時点が1分45秒、対して、マルタの方が1分57秒ということで7秒差ですね、ついております。さあどうでしょうか。まあイザナミじゃない、イザナギの HP はね結構モツァル削ってるの でマルタやっぱり友情の演出の短さ生かしてね、ちょっと巻いてきたかなという感じですが、さあどうだこれ、どうなんすかね。ラスゲ突入時でモツアルが勝ってて SS が溜まってるんすよね。さあ何秒差だろう、6秒差ぐらいかな。で今マルタがボスに入りました。まあ、弱点運次第ではまだ可能性あるのかな。さあということで弱点目の前引きましたね、マルタ。これで拡散弾がかなり威力入っていきますね。でこの後乱入してくる2体の獣たちに対してもダメージ入るようになるので、まだ分かんないですね。弱点目の前、あー引けなかったか、これはきついかもしれない。ただモツァルの HP がやばいけど、なんとか、誘発をぐちゃぐちゃに、実況はぐちゃぐちゃになりましたけど、なんとか誘発成功してモツァルが勝ちましたね。これは一手先にモツァルが勝利という形になりました。さあ置いてかれたマルタですけど、これはさすがにタイム見てもひっくり返らないですかね。タイムの方が2分49秒がモツァル、対してマルタの方が何秒だろうな、2分57秒ということで8秒差ですね。ということで1戦目はモッツァルの勝利となりました。決勝戦第2試合のステージはこいつだ、イザナミです。さあということで決勝戦第2試合です。まあここでもしモーツァルトアルファが勝てば、優勝が決まるという一戦になっております。もうここで、マルタは負けることが許されないという試合になっておりますが、まあ、神が味方したのかわからないですけど、モツァルの振り属性のイザナミ、まあ、原点回帰という感じではありますけど、イザナミでの戦いとなります。さあということでマルタの全敵超落雷が、猛威を振るっていく。さあここで、ザコを倒して突破ですね。さあ対してモーツァルトアルファ、今2ステージ目に入ったところですね。まあやっぱりでもね、モーツァルトアルファ裏に持っている友情コンボがウォールボムなので、
まあ、全然可能性あるのかなっていうところと、まあ、イザナミね、言っても総 HP、ボスも総 HP 高いので、多分モツァルの SS は打てるんですよ。まあ、それなので、まあ、マルタを全然逆転する可能性もなくはないのかなと。さすがにその属性不利ついてるとはいえ、友情ピット展開されたら、マルタ全然立ち打ちできないので、そうですね。まあ、マルタの進み具合っていうところがかなり注目のポイントですかね。さあ、ということで、53秒でボス戦に入っていきましたのがマルタですね。はい、ということで、ここからどれだけボスを早く落としていけるのか。やっぱりね、マルタの友情コンボっていうのは、ボスに対してはあんまり安定感を発揮できなくて、まあ、配置によって結構左右されてしまう友情コンボなので、まあ、艦隊で使ったりとかすると、それもあんまり気にならなかったりとかするんですけど、まあ、単体で見るとね、しっかり配置を取っていかないといけないというところで、まあ、その配置がどうなるかっていうところも注目ポイントですかね。さあ、ということで、ここで1ステージ遅れて、モーツァルトアルファの方がボスに入っていきました。ただ、ここら辺で SS が打てますね。友情ビット展開できますので、あと2ターン後ですか。に、モーツァルトアルファが覚醒しますと。それまでにマルタが試合を決められるかどうか。さあ、マルタはここで、拡散弾、ボスにすり寄っていって、誘発しながら倒していきました。さあ、ここで初心表明ミュージック。さあ、モーツァルが友情ビットを展開していく。さあ、これでどうなる？さあ、マルタの方が今2ステージぐらいですかね。1ステージか。丸々1ステージ差つけてる状態ですね。さあ、ただ、1ステージと半分以上ですね、差をつけております。さあ、ラスゲに入ろうとしているのがマルタですね。さあ、モッツァル、こっからの逆転はあり得るのか。さすがにきついかな。あと2ステージ残ってるので、モッツァル側は。さあ、これでマルタがいかにして削っていけるか。ただ、まあ、マルタの配置がね、あまりよろしくないので、まだ可能性はなくはないですかね。まあ、ただ次のターン、マルタのターンが回ってくるので、これでボスの近くに行くと。まあ、もうきつくなってくるかな。さあ、内部に配置をした。まあ、内部にマルタが配置をして、拡散弾を当てる準備はできていると。さあ、ということで、あ、なんとおっとおっとモツァルが気づいたらラスゲに来ていた。さあ、これわかんないぞ。タイムを見るまでわからない。さあ、気づいたらマルタの横にモツァルがつけてました。さあ、これタイムどうなる？これはマジで見ないとわかんない。さあ、マルタの方が2分41秒。対して、モツァルの方が2分42秒ということで、その差わずか1秒。いや、あの状態から1秒差に持っていくモーツァルトアルファの恐ろしさですけど、勝者は一応マルタとなりました。決勝戦最終試合を決めるステージは、こいつだ！ヤマタケゼロです。さあ、ということで、泣いても笑っても最終試合です。バトル3、マルタ対モーツァルトアルファ最終試合見ていきましょう。ということで、今回のクエストが山竹ゼロですね。まあ、さっきと違って、ちょっとマルタには分の悪いステージかなと思います。まあ、理由としてはもちろんモーツァルトアルファが木属性。で、まあ、敵が水属性なので、ユリ属性で、まあ、ホーミングだったりとかが刺さっていくというところで、若干マルタには厳しい試合になるのかなと思います。まあ、ただね、ここまで単体では弱いと言われ続けてきたキャラが決勝戦まで上がってきた。その意地をちゃんと見せてほしいというところでしょうか。まあ、対してモーツァルトアルファ。まあ、こちらのキャラはね、どれだけウォールボムがうまく当てられるのか。まあ、ホーミングは正直どんな当て方してもあまり変わらないので、ウォールボムをどれだけボスだったり中ボスにやっていけるのかっていうところが見どころでしょうか。そしてま、SS を展開した後、まあ、その後はもう本当にどれだけ適当に打っても勝てると思うので、まあ、それまで、マルタに、差を詰められない、つけられないようにするのかっていうのがかなり重要かなと思います。はい。さあ、まあ、今のところは、モーツァルが優勢ですかね。1ステージ差ついてバトル4に入ってるのがモーツァルトアルファです。対してマルタの方が今バトル4に入ったところですね。さあ、ウォールボム綺麗にやっていきました。ボスの HP の6割方削っていきました。さあ、ここでマルタ逆転ですね。マルタ中ボスを1テル沈めていきました。やっぱりこのマルタのターンに動きながら拡散弾を撒いていくっていう動きが、まあ、マルタはやっぱり強いですね。これができるからね、やっぱ艦隊で使うとより強さが目立ってくるのかなというところでしょうか。ウォールボムここも綺麗にやっていきますね。やっぱりこれだけね、誘発のキャラが多いと、まあ、その狙った方向に対してもね、当てやすくて、まあ、こんな感じで回っていったりとかもできるっていうのがやっぱりモツァルのウォールボムいいところですね。さあ、まあ、ボス戦まで先に入ってしまったのがモツァルトアルファですね。なんかちょっと悲しい感じもしますね。ここまで、マルタ頑張ってきて、しかもモツァルトアルファね、 SS がもう打てる状態にあると、なんか試合が決まってしまった感じがちょっとありますが、マルタも最後までね、諦めずに戦ってほしいところでしょうか。さあ、初心表明をしてしまった。これが始まってしまった時のモツァルはもう誰にも止められない。
友情ビットを展開していく。さあ母装抜けとタイム的には同じなんですが、これはきついかな。4秒差ですね。モッツァレラのウォールボブがボスを襲う。一発で400万近いダメージ。さあ対してバルトは100万しか与えられてない。いや1体で100万って十分なはずなんですけどね。さあまあここもうまく使っていく。さあ若干残ってしまった。これで試合決まったか。バルト万事休すか。ウォールボブが当たって、ウォールボブが当たって、ヤマタケゼロが溶けていった。これは1ステージ差つけてのモーツァルトアルファの勝利ということで、まさかマルタに早送りを使うとは。マルタの方早送りで見ていきましょう。ということで、初代単体キャラ最強決定戦の王者はモーツァルトアルファです。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、単体最強キャラ決定戦の方を見ていきました。ということで、初代チャンピオンはモーツァルトアルファでしたね。まあ、やっぱり今回のルールに結構モーツァルが合ってたっていうのと、あとはほんと友情ビット展開後ですね、がもうめちゃくちゃ強かった。やっぱ3倍になるので、まあ、あれだけの威力友情コンボで出せるのは現状モーツァルしかいないんでね。やっぱすごいなぁと改めて思いましたね。まあまた頃合いを見てね、第2回もやっていきたいなと思ってます。でまあ今回やってみて、結構その平均のタイム取った方がいいんじゃないですかみたいな意見とかもあったんですけど、個人的にはそれやりたくなくて、まあ理由としては、まあどっちが勝つんだろうみたいなワクワク感とか臨場感みたいなやつが、その平均のタイムで取っちゃうと、ただまあ数値を見て決まっちゃうみたいな感じで、その面白さがなくなっちゃうんじゃないのかなと思うので、まあ確かにそのデータをね、正しく取るっていうのも、それはそれで面白いと思うので、またそんな企画もね、やれたらなとは思うんですけど、まあこの単体最強キャラ決定戦に関しては、まあこのスタイルをね、貫いていって。まあただ次回大会とかは、例えば3回やって最速のタイムを採用するみたいなことをやってみてもいいのかなとは思ってます。ということで、長い間ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンなど、ぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒三つ葉でした。